オメガの町に着きました。オメガの町って町なんだね。普通にここはオメガの町、魔導海賊の基地に似せて作られた町です。へえ、特に注釈はないんだね。はあ、じゃあもう勝手に行ってもいいってことだよね。もうじゃあ装備とか整えてから行こうか。おお、エクリエルよ、お前は力がついに3桁に突入したな。リミエルが78なんですよ、最高武器で。最高武器でリミエルが78に対し、エクリエルは最、もうこんな感じです。全部そ、美しい。ステータスは全部3桁ってもう美しくない？まあ、背の高さはさておくけど。すげえ。もう他の人たちより、ああ、明らかに、うん。違うね。すべてのステータスが100以上はもうエクリエルだけだよ。うん、これ、こうでなきゃ。さあ、着きましたね。ピラミッド？神殿？って感じだよね。ほえー、すっごく立派な建物だね。だって、ダメ神の神殿よりも立派じゃない？ちょっと、オイラたちのお家と比べないでよ。ごめんごめん。この神殿名前を付けるとしたら魔導海賊の神殿やろな。それがぴったりな名前だね。ところで、入り口が左、中央、右に3箇所ある？どっから入ればいいんだろう。まずは適当に入ってみて中を探索してみよう。適当に入ってみるんだ。やっぱ適当なのね、そこは。へえ。え、どういうこと？本当だ！なるほどね。じゃあお宝もその分、中央、右、左に散りばめられてる可能性があるってわけか。長丁場になりそうだな。ここで裏なんかないですか？あったわ。頼もう！ガーゴイル、食材マン。ガーゴイル。ガーゴイル来たか、いよいよ。食材マンはまあなんか、ね、アイススラストで消えてくれそうだけど。攻撃攻撃で。えいやー !215! 封印の指先。あー。封印の指先か。なるほどね。アイススラスト。まあまあまあ、この、リオンとクリムって攻撃しかしないからあんま変わんねえんだよな。えいやー。オッケー。マインドフレイヤー。なにこれ。なんか、なんかすげえオムナイト的な感じやけど。アンモナイトか。アンモナイトだ。言いたいの。アンモナイトっぽいやつが来たんだけど。なにこれ？誰これ？大丈夫かな？アクセサリーにさ、即死耐性があったっていうのがすごい気になるんだよね。誰か即死魔法使ってくんじゃねえか？聞かねえ。ノックアウト！おい、即死魔法使ってくるやついるぞ。しかもシャドウレインとか割と強えぞ。おいおいおい、マジで言ってんのか。普通に強いぞこいつら。まぶしい光。こいつら強えな。シャドウレインと即死魔法を使ってくんのやばいな。雑魚の即死魔法ほど怖いもんはないぜ。何あれ、あの厳重な宝箱。
扉には鍵がかかっている。青、頑張れ。あ、開いた。こっちは、あ、ここは、ここはダメなんだ。なんかピラミッドの鍵っていうのがあんのかな。じゃあそういうことになるよね。ピラミッドの鍵があるってことになるよな。なるほどね。じゃあ探しに行くか。何この宝箱さ、大丈夫かな。はい、神殿の鍵。おお、この鍵なら神殿の扉も開けれるかな。よかったー、神殿の鍵か。てっきりなんか豪華な宝箱イコールさ、なんかやばいものだと思うんじゃん。何これ、ジャマーウォール。ジャマーウォール、邪魔な壁というわけやな。一体で出てくるあたり相当な実力者やと見える。嫌な予感がすんな。大丈夫か。全体即時魔法とか使ってきたら俺はもうね泣くよ。いや二人大丈夫だけど、えいやー。意外と早いな、ジャマーウォールの、ウォールってついてる割には割と早いじゃねえか、お前。あ、さすがにタフだね。あ、さすがにタフだな、お前。ああ、よかったよかった。なんか普通に邪魔な壁だったわ。これがさ、入り口になったんだよね。ここが。これは四つの食材に炎と思せ、さすれば道は開かれん。ということで、まあ集めてきたんですよ。灯台の左に四つ。ただちょっと気になるのが、お宝の塔を見ると、うわーっていくんやけど、まだね、48から、49から、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58。あと二つどっかにあるんだよね。この先にあるんだったらいいんだけどね。なかったら、もうちょっと神殿内、探さんとあかんくなるから、食台に火を灯すのはできるんだけど、この先に二つお宝があればいいんだけど、どうだろう？あるかな？ある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 、普通にあるわ。プラチナリングと、魔法玉。これで、60個のお宝すべてが、揃ったね。来ました。すべて揃いましたね。なんだ？さっきまで随分雰囲気が違うぞ。すっごいメカニカルな空間だね。メーカーなんやって？最新部が近いのかもしんないね。ボスだね。いよいよボスか。最後のボスになるのかな？さあ行きましょう。あ！ブラボーブラボー。よくぞここまでたどり着きました。ファントム！おっと。ここまで来たからにはその呼び方はやめてもらえますかね？私はあなたたちを導くファントム。そしてまたの名を、魔導海賊のキャプテン、ルリと申します。なんやって？あなたが魔導海賊のルリ？待って、おかしいよ。伝説に名を残した海賊はなんでまだ生きてるのさ。もしかして本当に亡霊？ファントムはただの比喩です。私はこの世に生きております。追いもしないこの空間なら、私は生き長らえることができるのでね。ここであんたが出てきたってことは、あんたが最後の守護者ってことか。その通りです。私は今まで、収穫した宝を引き継ぐものを探しておりました。しかし、同時に、中途半端な力を持ち主に渡したくない。故にこの世界を作りました。ここまで来たのはあなたたちが初めてですが、私を倒さなければ収集した宝は返してもらえますよ。返そうきゃあらへんやろ。そうだよ。ここで手放してしまうほど、俺たちは嫌ではないよ。伝説上と海賊と戦うのはちょっとびっくりだけど。でも、だからこそ面白くなってきたよ。ここで、
僕たちがあなたを倒せば魔導海賊に匹敵する力を持っていると証明もできるわけだしね。果たしてあなたたちが私に勝てるのか、試させていただきましょうか。魔導海賊ルリー、お前だったか。うわぁ、ラスボスの曲だわ。さあ、行こう。アイスタスト、攻撃攻撃。ゲイルスラッシュ。まあ、援護して、とりあえずリュミエルは。リュミエルはとりあえず援護から入って。で、マジェスト入って、アイススラスト、エイヤ、攻撃攻撃。アイスバースト。アイスバーストもしてくんのやね。どうだろう、大ダメージ技があるってことを考えるとな、大ダメージ技があるって考えるとちょっと HP 管理をねしっかりしていかないといけないんだけど、まあ攻撃攻撃で、えいやー、ゲイルスラッシュ、全体魔法こすってくんね。エクリエルが本当に食らってないね。まあ今のうちに回復しとこうか。リオンとクリムの HP、リュミエルが特に危ないから、リュミエルなんかにしても弱いな、お前。なんでだ？んで攻撃。パラライズ、麻痺！ちょっと待って。え？ふふ、はっ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 は。面白い。まさかここまで追い詰めるとは。あなたたち相手なら少し本気を出しても良さそうですね。見せてあげましょう。私の真の姿を。今麻痺ってるんですけど、3人麻痺ってるんですけど。ああ、羽生えた。はっ、何が真の姿や。翼が生えただけやろ。いや待って、これは進撃のオーブは反応してる？待って、それじゃあルリさんって、神様？進撃のオーブを持ってるとは、やはりあなたたちを選んで正解でした。改めて自己紹介しましょう。私は魔導海賊。しかし、それは人間界での仮での姿。真なる力、魔法を司る神、魔法神。さあ、かかってください、人の声を。神の力の片鱗をお見せしましょう。麻痺ってんですけど。麻痺ってんですけど。まず麻痺ってんのを何とかしないとダメだわ。ダークネスゲート。とりあえず直さな、麻痺とかを。よし、とりあえず立て直した。で、ディフェンド、エイヤー、攻撃攻撃。スロー、素早さ関係が逆転する。確定高校かな。とりあえずエクリエルのまあエイヤーがすっごく強いから、ダークネスゲート、痛い。エクリエルを主軸に戦えばなんとかなるか。癒しの風。ただ、エクリエルには回復もしてもらわなくちゃいけないから、結構過労死枠だな、エクリエル。やることないね、君。リュミエルやることなくなったな。ガードいいや。ガード、攻撃。癒しの風。ノックアウト！即死魔法！あー、即死魔法でエクリエル落ちんのはまずい。出番だ。着付け役。で、即死魔法を使ってくるよねー、そりゃ。即死魔法、その 2！ 危ない！44で復活すんのか。でも10分の1でしか復活しねえのか、お前。ヒール、待って、ディフェンド入らないとダメだわ。ヒールで間に合うかな。リオンが一応、スピード速いから今。妖精の薬ぶっぱで、
アタック。オッケー、間に合った。スロー。ディフェンド入れて、怖いのは即死魔法だけだ。怖いのは即死魔法だけの状態を作っとかないとあかんね。で、攻撃、攻撃。ダークネスゲート。そうだね。お前の方が早くなるのか。スローのせいで。マジェスト。ガード。アイスラスト。攻撃、攻撃。ダークネスゲート。アルティマー中段この、うわー、リュウオン落ちた。リュウオンが落ちる、まずい。リオンが落ちんのすごくまずい。癒しの数ができない。リミエルなんとかしてリミエル なんとかして、この状態を、この状況をなんとかできないか。リミエル唯一無事だったのはお前だけだ。エクリエル、エクリエル、なんとかこの状況をなんとかしてくれエクリエル、この状況をなんとかするんだ無理強いばっかしとる復活してもさ、復活してもだよ、 HP が少ないんじゃすぐやられちゃうよ。いや、エリクサー、エリクサーぶっぱできるけど、どうしよう。エクリエルはこのターン基本的に無事なんだよね。即死さえ来なければ。即死が来た時のために、一人は復活させておかないといけない。リオン復活。ヒール、リュメル。あ、間に合わないかそれ。間に合わなかったか。ダークネスゲートはありがたい。連携。癒しの風。とりあえず、二人にして、ヒール、着付け役を、クリム。あ、大丈夫か、それ。ダメだって、それ。クリムがね、結局落ちちゃうのよ、それじゃあ。それじゃあ結局クリムが落ちるのよ。早すぎるからダメなんだよ。そうなるとだ。行きつけ役、こう。なんで？あ、エクリの方が早かったか。あ、大丈夫。クリムは即死耐性ついてる。よし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 。なんとか立て直せ。なんとか立て直せ。即死魔法その2。セーフ！でかい！即死魔法を防いだのでかい。エクリエルは、着付け役かな？着付け役、攻撃、ガード。スロー！オッケー！間に合った！で、連携、癒しの風、ディフェンド、攻撃。クリムゾンフリア、耐え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 。なんとか立て直したな。なんとか立て直したぞ。危ねえ危ねえ。で、マジェスト、ヒール、攻撃攻撃。なんとか立て直した。順番はともかく。で、癒しの風したい。で、ガード、攻撃。ノックアウト！ノックアウトずるいなぁ。ノックアウトがずるすぎる。着付け役が、リュミエルが高校になるから、ほぼほぼ。間に合わないんだよなぁ。素早さ関係が今完全に遅くなってるから、まあでもいけるか。で、アイススラスト攻撃。クリムゾンフレア大丈夫。
えいやー、気付き役で連携、癒しの風、ガード攻撃、即死魔法エクリエルか、セーフセーフセーフなの、すごいでかい。攻撃攻撃、えいやガード、ヒール、攻撃、攻撃。お!いったか?ここまでといったところですか。あ!てー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 。敵の目の前でコングラチュレーションズ。あ!これはまさか?イニシエの究極魔法、アルティマを受け切るとは、やはり、素晴らしい力をお持ちのようだ。私の負けです。勝っちゃった。神様に。やったー!リオン大勝利の巻。これであなたの宝は僕たちのものでいいんだよね。ええ。神に二言はございません。そして、この奥には、私が最も大事にしてたものがございます。当然それも俺様たちのものでいいんやな。もちろんです。どうぞ奥へ。あ、羽生えてる。なんだろう。記録だけしとくか。最も大事にしてたものでさ、実は真のボスですとか言ったら嫌だからさ。まあ、ありえなくはないからね。ありえなくはない。RPG 的にありえなくはないからね。はい、行きます。杖?あれは杖?あれが、ルリさんの最も大事にしてたもの?いかにも。私が魔導海賊の時愛用してた杖。松江アソットです。ってことは、リメルエクリエル向きかな?ちょっと持ってみてよ。なんだこのマリコの量は。とてもじゃないけど、私たちじゃ受け止められない。杖のマリコを受け止めるだけの体ができてないようですね。あなたたちにこの杖はまだ使えないでしょう。しかし、あなたたちの師匠の今の力ならその力、杖を使えるはず。彼女にお渡しください。師匠のこと知ってるの?まあ、ちょっとした縁がございましたので。ま、杖も含めて行産宝物だし、俺たちとしては満足やけどな。アソットを手に入れた。エクリエルは持てるんじゃねえかな。さて、これでこの世界も用済みですね。役目を終えた世界は閉じないといけません。その前に、あなたたちを船ごとクリエイトへとお送りしましょう。閉じるってここに住む人たちも消えちゃうってことですよね。そうですね。ですが、ここの住人は私の記憶が作り出した、いわゆる幻のようなものです。本物の命ではないのでご安心を。たとえ幻の存在でもソンソンちゃんは連れて帰りたかったなぁ。あのゆる妖精そんなに気に入ってたのか。ま、帰ったらぬいぐるみ作ってあげるからそれで我慢してよ。ほんと?絶対だよ!ぬいぐるみ作れるんだ、リミエル。器用なやっちゃなぁ。お話は済みましたが、それでは行きますよ。これで、約束は果たしましたよ、イザベル。世界が閉じた。あ!こうして双子魔導士たちのトレジャーハンティングは幕を下ろしました。集めたお宝はクリムが預かり、彼の船へ源氏で保管されることになりました。そして、松江アゾットを師匠イザベルに渡すため、双子はリオンと共に彼の世界に帰ってきました。おー、イザベル、久しぶり。久しぶりだね。おー、三人ともお帰り。お宝探しはどうだった?大成功だったよ。
ええー、すごいじゃない。ねえねえ、なんかお高いものとかないの？それなんだけど、この杖を師匠に。わぜよ、ちょっと、なんでこの杖が？瑠璃っていう魔法を司る神様、師匠に渡してくれって。そう。ありがとうね。結局、あの魔法の神様とイザベルさんってどんな関係なの？別に大した関係じゃないわよ。どこのダメ神との関係みたいなもんだから。それより、リュウ君もそろそろ帰った方がいいんじゃない？そうだね。それじゃあ二人ともまた遊びに来るよ。あ、今回誘ってくれてありがとな。また一緒に冒険しようね。あの男、あの約束覚えてたのね。ありがとう、師匠。あ！終わったー！エンディングだー！あー、やったー！お疲れ様でしたー。いやー、お疲れ様でした。いや、今回は4時間にわたるプレイになったから、かなりね、長くなったね。もう集めたお宝もね、全部集めきったんで、60個。まあ、もう、完全クリアかな？うん。最後になんか言われそうな気がするけど、60個集めたことに。いや、言ってほしいな。いや、言ってほしい。これは切に願うわ。いや、でも、4人での戦い楽しかったね。あの、連携がね、あの、とりあえず一つ言うんだったら、エクリエがムキムキになったことと、あの、二人が攻撃しかしてないのと、一人はもう最終的にガードばっかしてたことが、ちょっと気がかりですね、僕としては。まあ、しゃあないっすよね。あの、リミエルがあまりにも火力貢献できてないから、ガードするしか方法がなかったんだけど、そのガードのおかげでなんとかなったからね。言っちゃえば。いや、でも即死魔法はずるいよ。即死魔法はずるいよ、やっぱり。いや、でもよかった。いや、よかったよかった。Thank you for playing! おまけの部屋、おまけの部屋はあるんだ、今回は。今回おまけの部屋あるんだね。おまけ部屋に要素、ちょっと待って。後書きみたいなことを完全メタ空間です。それはいいんだけどさ。この部屋に、生物本編に思いません。ちょっとこの人誰だよ。この男誰だ？この男誰だよ？この男誰だ？まあ、おまけの部屋ということでね。あの、おまけ部屋はもうね、やっぱり、いつもの通り、もう裏で回収する形になるんで、これで、双子魔道士と、ね、宝の異世界冒険団、お宝大作戦編、実況プレイは終わりたいと思います。ところで一つ聞いていいですか？お宝探したんだけどさ、60個。あれは自己満という形でいいのかな？自己満かな？あー！言ってくれたー！よかったー！ちょっとここだけ見せます。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 よかったよかったよかった。集めたことの数60、60。合計金額が9999999。よし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 。すごいな、パーフェクトノラ。スミジュー探してみてありがとうノラ。ありがとう！よかった！報われたー！